いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回はすでに歴史を経て IT 化とともに盛んに使われてきたグループテクノロジーの技術について紹介させていただくことにします。多種少量生産となると多くの企業が多くの問題を抱える事態が発生します。このためオンデコシリーズはご質問をいただくたびにお答えしてまいりましたが、ここにもその例を載せさせていただきました。この要点は、今まで我が社ではいろいろな技術を蓄積してきた、これをなんとか多種少量にうまく活用できないかというご要求です。それでは2社ほどを挙げて具体的に困っている問題を紹介させていただくことにします。これは A 社の例です。ここは医療関係を作っておられるんですが、技術進歩が早い、またご要求がお客様ごとに違う、そのために設計変更でものすごく時間がかかるというお悩みです。しかしよく仕事を見直してみると、なんか似たようなことをやってるということで、なんとかならないかというご相談でした。これは加工品を作る会社の例です。やはり携帯電話に関する内容なんで、技術変化と要求がものすごく変化してしまう。このために30名ほどで頑張ってるんだけど、変更で大変だというわけです。しかしよく見るとやはり似たようなものをやってるということで、業種は違うんですが、両者とも GT 化を利用すると問題解決が早く進む対象です。では多種少量生産あるいは変化対応に対して手間をかけて一生懸命やるという状況が続くとどうなるかという状況をここに示しました。ここに示したように、いろいろな打ち合わせだとか完成品の増加、あるいは部品の変更、在庫の増、こういうのが増してきます。そうなるとどんどんコストが増して、やがて人手不足だけでなくて赤字に陥るという危険が生じます。この種の問題は古くて新しい問題です。要は多種少量生産に合えば必ず遭遇する問題です。このため1970年頃から大研究がなされたわけでしたが、その結果ここに示したようにモデルという考え方が生まれ、固定と変動に分けて問題を捉えようという思想が生まれ、これが GT 化の元になりました。この固定と変動という区分を上手に使うと、新製品開発にあたって極めて効果的な内容が進みます。新製品というのはここにあるように固定部とインターフェースと変化があります。さらに全くの iPS 細胞のように新しいものがありますが、一般に多くの企業が取り組むのは2と3の領域です。固定と変動という区分とともに GT 化を具体的に適用する場合には、この図に示したようなアプローチが必要になります。具体的な対策としては、部品の形状、寸法、加工方法など毎回違っているというものを全部図面を焼いてですね、並べて共通部分を見つけて固定と変化に分類して、その体系化を図るわけです。実際に GT 化を図っていくという仕事は、ちょうど標準化したものをもとに木組みを行って家を建てるようなものです。毎回違う家を建てるんですが、個々に行う仕事や木組みというのは標準化されたものの組み合わせというわけです。これは若い時に GT を取り組む時ですね、図面を描いてるとこ行って大笑いになったんですが、なんだ図面一生懸命描いてると言っても、よく外から見ると丸と三角と四角しかないじゃないかということで、大笑いになった例です。そうなるとですね、これに変化加えてるだけということになるわけですが、そういった取り組みを区分してやろうじゃないかということをやりました。するとですね、標準化の後新製品開発、全くやったことない内容もですね、ここにあるように走行数は半分、そしてリードタイムも3分の1に縮減できたという結果を見ました。